高橋。水量あったかなと思ったら、なんかこの辺ちょろちょろしか流れてない。どうなってる？地下水半分まで入って、半分まで枯れて、枯れたところがずーっと出てる。岩は終わって出てきた。紅葉シーズンかな、うん、最後、まあ、紅葉シーズンもっと見やすくなってないですね。ほんま似てるな、うん、一緒やな。向こうもっと険しいけどね、あの上り坂、うん、いや、ここもな、だからわしが言うたのは、3キロやけど、その五本松いうところまでな、行って帰ってくるというハイキングコースがあんねんけどな、簡単なところはその3キロやねん。だからその場合もないやろけどな、わしらの体の調子いかんで。そこまで延長してもいい。あ、紅葉や。なんでこの紅葉の葉っぱみんな切ったんだよ。切ったし。そうやろな。随流も立派なもんね。
県ここは改ざんされたのが660何年やいうからな、大化の改新起こってからちょっとや。佐賀のイルカが殺されて間もなくや。縁の大すねと回帰、何回も来てるんかもだな。なんかまだあるのとか言ってたよ。ほんまに奥にまだあるのとか言ってた。へー、初めてか。みんな上から流されてきたの。上から流されてきたんですよ。崩れた。あ、焦らんかな、うん、俺はそんな台風の時なんかこんなとこ行けへんからな、うん、わしらは。次この次でも立派な次だわ。おここなんかそのまあ660何年に改ざんされたから神木になってるやろからな。そうかな、切られてないわけや。何千年っていう杉ではないような気がするな。その時あったとしたら1400年か。1300、400年。薬杉、薬島の薬杉なんていうのは何3000年。それそうやな。いつするんだろう。そのなんか書いてあったような気もすることない。こっちがするかあっちがするか。こっちあっちはない最初。なんつったってすごい形やな。うん、なんかでもコンクリートやから。コンクリートでどうやって作ったんだろう。いや、そんなないんだけどな。そんなないやろ思って。